タクがずっと呼ばれてる。バナナマンって。うん、バナナマンって。あ、タクの紹介しといてよ。俺のバナナマン。ちゃちゃちゃ。なんか、タクはやりちんなのっていうから、タクはやりちんだけど、俺らと違うところは、あの、食べログで言う 3.5 以上しか高い。いや、6、6、6。6、6。うん。3.6? え、たまに間違えるけど、ね、たまに。アーミス間違えるけど、ね。たまに評価ゼロ。たまにゲテモノクです。この間も木の精霊みたいな女大好き。いや、結構経った。え？あれ、結構経ったよ。経ったの ?1 ヶ月以上経った。チンコが。いや、違う。最近じゃない。いや、1ヶ月は最近だよ。1ヶ月はこの間の最近だよ。ダクの最新。あいつ顔も覚えてねえ。うん、でもさ、その、男って、その、抱けるって認定する、あの、範囲がやっぱ広いらしいね。女より。あ断然広いんだよ。そう、広い。そう。まあ、種残さんといかんからな、こんな時に。あの、女の子が気をつけなきゃいけないのは、抱かれたとして、付き合えるとか思わない方がいいと思う。ああ、そうだね。そう。別になんか、あの、誰でも抱くから、男って。いや、だからなんか大事なのは、まあ、うんが、まあ、抱ける範囲の中で、その、やっぱり自分が価値がある子ですよっていうことを、うん、ちゃんとね、分からせることだ。そうだ。勘違いしちゃダメです。何も聞いてなかったな。そう、なんか。いつでもどこでもみたいな女って、やっぱ、あの、セフレとしては重宝するけど、付き合いたいなと思わない。タクの食べログ 3.6 っていうのは、まあ、A64 以上ぐらい。そうだね。かな。基本、でもその判定わかんないな。うん、あ、タクはね、リカコぐらいの子じゃないと抱かないかな。ああ、うん、そうだね。リカコ最低だね。うん。リカコ最低だ。いや、だから高いんだよ。そう、かわいいとかも、なんか俺らからさ。アルコールでバグってない限り、あもう抱くのはいいかって。ああ、なるほどね。こいつはクソ。要はクソ。俺はみんな抱くよ。バナナマンやばい。バナナマンやばい。しょうがない。そういうところの人もいるからね。最近タケのファンが増えてきたからさ。うん、タケのファンに絶望をね。まあ、別にみんなやろうと思ってるわけじゃないだろうからね。うん、いやみんなやろうと思ってる。そうなの。俺はみんなにバナナマンを踊ってほしいんだよね。だから覚えて、あの動画見て。いや、あれは、あの、どうすんで踊り始めた？タクの肉体がないとできないから。うん、嬉しい、嬉しい。あ、嬉しい。嬉しい。じゃ、DM でさ、あの、ムービーでさ、送ってくれたら嬉しい。あ、嬉しい、嬉しい。待ってるよ。バナナマンでしょ、うん。ぜひ踊って。タク喜ぶから、あれ踊ってくれたら。そしたら返信する。ちゃんと。基本返信しないけど。リカコみたいな。これまたリカコが見たら怒るわ。なんか、リカコのストーリーとか、質問、な募集するじゃん、リカコが。そしたらなんか、エビじゃん、なんとかかとか、エビじゃんどう思いますかみたいな、クソみたいな。エビじゃん、クソみたいな、リカめっちゃ怒ってる。リカ怒ってる。俺らは、そう、質問してる人にも怒ってる。同じ質問僕してくんじゃねえみたいな。つまんねえみたいな。リカコもブチギレだよ。ごめんね、リカコ。